感だと左だわ。いや戻るわ。え、恵比寿って書いてあるわ。違うな。いや合ってるわ。右で、右で合ってるっぽいな。右で合ってるっぽいわ。竹下通りももうどこかわかんねえわ。左渋谷だわ。だって恵比寿って書いてあったもん。ああだから右だわ。右が正解だったわ。米ビューねえとダメだな。トラップ引っかかんな。米ビューないとダメだわ。右で正解だったね多分。中入りさんめっちゃ可愛かった。背低かったわ。でちょっとぽっちゃりしてたわ。ラインショップとかあるんだね。ラインのショップとか初めて見たわ。いやー俺もこの辺でブイブイ言わせてーなー。中入りさん痩せたよな。いやなんか普通に、なんだろう、普通の可愛い お姉さんって感じだったね。綺麗な。なんで一緒に中入りさんってわかる。だってお前らの視点と俺の視点違うもん。これ広角レンズだから。朝礼やってるわ、朝礼。朝礼やってるわ、朝礼。新店舗か。竹下通りあったよ。どうする？ケバブ屋行って終わりにする？ケバブ屋行く？ツイッター見たら千葉からリツイートしてる？何それ？知らないんだけどよく。どうする？ケバブ屋行って終わりにする？残り 18% なんだけど、竹下通りでケバブ食う？どうする？え、やめる？やめんならいいよ別に。さっきコメントであったからさ。本丼マニアもう過ぎた。そうそう、中入りさ。中入りさいたよさっき。じゃあ帰るよ、そのまま。本丼マニアね、一回ね、ロハコさんと行ったけど撮影禁止だった。撮影うるさいんだよ、あそこ。じゃあ、竹下通りするし、ケバブ行く？オッケー。ケバブ行きまーす。人多いな。中入りさ、ほんと可愛かったわ。マジで可愛かった、中入りさ。中入りさはやっぱ女優としてやっぱオーラあるね、まだ。やっぱオーラあるわ。キングケ、どこにあんの、そのケバブ屋は。どこにあんの、なんていう店、なんていう店。中入りさ顔つい、中入りさめっちゃ顔小さかったわ。中入りさカメラマンすげえ囲われてた。なんて店なの、そのケバブ屋は。これで合ってんの、キングケバブで合ってんの。どうすればいい、これで合ってんの、これで、ここで合ってんの。ケバブ屋12歳に13発とかじゃないでしょ。キングケバブで合ってんの、これ合ってる。なんで誰もわかんねえんだよ。誰もわかんないなら帰ろうよ。行く意味ないっしょ。合ってんの？じゃあ行くよ。帰るのかよ。よし行くわ。おっさんケバブ食うわ。やっ、女しかいねえじゃねえかよ。なんかすげえ女子がいるんだけど、なんかアイドルがいるんだけど。キングケバブどこ、ケバブどこ、ケバブあった、あったわ。あ、すいません。
なんかおすすめってありますか？ケバブポテトライス。あ、普通のケバブ系でなんか美味しいやつ。それはサンドですね。サンド。定番ですか？定番系がいいんですか？ケバブサンドが一番美味しい。じゃあケバブサンドの、L。はい。お肉は鶏か牛かお肉ミックスもできる。どっちが好き？牛だけで。牛で。好きな辛さ、そこ辛い。好きな辛さ、どうする？ミックス2番で。ミックスでビーフね。はい、はい、すいません、ここなんかケバブ買うと写真もらえるって聞いたんです。そうですね。あ、じゃあ43番、43番の写真、はい、あ、43番じゃなくてあの37番で、それで、はい、写真もらえたわ、はい、ありがとうございます。600円になります。あ、600円、はい、あ、ちょっとごめんなさい、ま、ちょっと600円で、はい、ありがとうございます。いやー、43番のヨッサンと迷ったんだけどね。行こう。ありがとうございます。どうも。店長いるか聞いて。いいよ、どうぞ。ケバブ、ケバブゲット。女の子がすげえ多いわ。女の子だらけだな。ギャルがすげえ多い。うまそう。早くこの場からエスケープだ。早く逃げようぞ、おっさんは。じゃあいただきます、キングケバブ。いただきます。うまっ。いや、めっちゃうめえわ。あ、そうなんだ。うまい、うまい。あのね、ハンバーガーみたい。マクドナルドハンバーガーみたいに、すげえうめえ。めっちゃうめえよ。いや、マクドナルドハンバーガーみたいでめっちゃうまいよ。マジでマックのハンバーガーみたいでうまい。やべ、マック食ってるみたい。マジうめえ。うまっ。いや、うまいよ、めっちゃ。うまい、これ。はい、すごい喜んでました。あ、うめえ。わかんない。ミックス選んだ。野菜たっぷりだ。
いや、L 頼んだもん。ああ、うめえ。じゃあ、バッグ買い物ついでだよ、買い物ついで。買い物行ってたんだよ。もうバッグがボロボロでさ。ああ、うまかった。ごちそうさま。帰ろう。ケバブうめえわ。ていうかニコ生主も結構来てんだね。桃襟とかもあったよ。桃襟よっさん、みどりさんとか結構あった。ディーゼルが、うわ、腹ず、俺が2ヶ月いたところじゃん、ここ。うわ、ここに俺ぶち込まれてたんだよ。2ヶ月。うわ、懐かしい。あそこの留置所にいたんだよ、ここ。やべえ。やべえよ。そうだよ、ここでパクられたんだよ、マー君と一緒に。すげえ懐かしいわ。いいよね、革のカバン経年劣化20年使えるって。20年は余裕で使えるって。代々木挨拶なんかしねえよ。どこ行けばいいんだろう。代々木はどこ、どこ、代々木はどこ、代々木どうすればいいんだろう。とりあえずまっすぐ行くか。代々木どこだろう。あ、綺麗だったよ。東京の流通は綺麗だった。そうだ、ここだったんだ。留置所で2ヶ月って長いな。いや、2週間だったかな。ちょ、覚えてねえわ。奈良か、2ヶ月半いたのは。奈良だわ。いや、うまかったわ。じゃあもうハイライトはねえわ。もう残り 7% だからお別れすっか。じゃあみんなお疲れ。また明日放送見に来てください。お疲れ様です。ありがとうございました。ありざいっす、ありざいっす。鳥四です。鳥四じゃない、今日終わり。お疲れ、また見に来てね。おつおつ。